皆様ごきげんよう、案内人のワンダーです。今回はジョン・スモールマンさんが3月12日に届けてくれた、サウルからのメッセージをご紹介します。2023年3月12日のメッセージ。皆さんの集団的覚醒がいよいよ近づいています。そう、私が頻繁にこの切迫した話をするのを皆さんは聞き飽きていることでしょう。しかし皆さん一人一人がただ存在しているということ、つまり愛を保持し、分かち合い、その輪を広げ続けてください。何もする必要はないのですが、もし直感に導かれ、自我によってではなく、平和のために活動するのであれば、そういった人々の集まりに愛そのものであるあなたが参加し、その場にいるすべての人にその愛を自由に無差別に広げるという意図を持ってください。もうご存知だとは思いますが、それは愛の電波としてとてもパワフルで効果的です。ただ自分の弱さをもさらけ出したあなたがそこにいるだけで、その愛が周りに広がっていくのです。あなたはただ存在することを意図して転生しました。それによって全人類を愛し、覚醒のプロセスを大いに助けているのです。それがあなたが最も成功していることです。何年も前に分離を経験するという集団決定が行われた時に始まった、街のゲームは、今急速に終わりに近づいています。人類は形があるからこそもたらす幻想的な生活や、神から授かった創造的な能力に対する制限、さらには世界中に蔓延する苦しみや痛みにうんざりしています。ですから覚醒するという集団決定が最終的に下され実行されたのです。それは急速に進んでおり、速度を落とすことはおろか止めたり戻したりすることもできません。あなたは目覚めつつあり、注意を払えばその兆候を、一見すると最もありえないようなところにさえ見ることができるのです。なぜなら目覚めるという選択と決断は、民族、国籍、宗教、政治的信念に関係なく、全人類を巻き込んだ集合意識の決断だからです。覚醒することはあなたの運命であり目的であり、それはあなたに対する神の意志です。そして現在転生しているすべての人は、この大規模で驚くほど素晴らしいイベントを成就させるべく、それを支援するために今回転生することを買って出た愛情深い魂なのです。ですからあなたがしがみついている疑いを解き放ってください。つまり他人の目には馬鹿に見えるのではないかという恐れや、期待していることが起こらなかったらどうしようという疑いをすべて解いてください。なぜならあなたの目覚めは神の意志だからです。ですから悪い方向に行きようがないのです。人類に対する神の計画は、分離のゲームをしている皆さんに対して、最も素晴らしく必然的な結実に向かって間違いなく流れています。あなたが究極的にたどり着く喜びはあなたの想像範囲を超えています。なぜならあなたの想像力は、形ある制限された存在として物質的に想定できる幸せと平和だけに導かれているからです。一方神の子が選択できる平和と喜びの実際の可能性は、無限でいかなる制限もありません。それは永遠に続く制限のない自由な状態で、そのような中で自発的に何の制限もないまま物事を作り上げていけるのです。あなたの愛、永遠なるあなたのありのままの状態で母、父、神の分身である皆さんそれぞれが、何度も何度も最善を尽くして自己表現をするように励まされているのです。あなたが自己を完全に表現することを選び、あなたが真実であり永遠の存在であることを理解すると母、父、神そしてあなたの兄弟姉妹すべてに喜びを運ぶことになるでしょう。そしてその喜びは止まることなくあなた自身をも驚かせ、歓喜で包まれるでしょう。あなたは愛の中で、そして愛からすべての人に尽きることのない歓喜をもたらすために、無限に創造的な存在として創造されたのです。
あなたはすべての人の喜びのために喜びに包まれて創造されました。あなたが創造されたこの状態は永遠に変わることはありません。なぜならばそれがあなたの真の状態であり、あなたは永遠の喜びの中で創造されたからです。肉体をまとった人間にとってそれはありえないと思いがちです。もしそれが本当なら限りなく愛に満ちた母、父、神が、人間という存在がもたらす苦痛をあなたにずっと経験させることができるでしょうか。非常に偏った人間のマインドではこれは全く意味をなしません。だからあなたは人生を通して真の生命の意味を求めて何年も過ごし、消滅、抹殺、そして最終的には壊滅で終わる、一時的な存在の必然性と無意味さの受け入れを拒否しています。もちろん多くの人が提示している無意味な目的は人生の目的ではありませんし、それは決してありえません。生命は神からの永遠の贈り物であり、完全にそして永遠に楽しむものです。死は終わりを意味するのではなく、最も驚くべき変容のイベントであるという認識が魂に芽生えたとき、膨大な数の人々が自分の中で培ってきた恐怖と不安の絶えない状態に変わり、大きな平和の感覚がもたらされるでしょう。その認識は疑いや恐れに今まで溺れていた全ての人の意識に今現れ始めています。疑いや恐れは人々が無視し否定し、そして人間の意識レベルの下に葬ってきたものですが、そこから解き放たれた人々は、理由のない今までにない喜びの感覚を味わっています。何かとても気持ちいいもの、それを感じるのはなぜでしょう。それは人々がこれまでアクセスすることができなかった、自分のあるがままの自然な状態に目覚めつつあるからです。だから毎日静かな時間を取れるチャンスを見過ごしてしまわないように、取り除いてしまわないようにしましょう。それはあなたの目覚めのプロセスに欠かせないものです。あなたの気を散らすすべてのもの、あなたがいつも連絡を取っている人たち、SNS などあなたが内省するのを忘れてしまうきっかけで溢れています。自分を大切にしてください。あなたに降りかかるいかなることに対しても、やらなければいけないことに対しても、十分時間を取ってください。そうすることであなたの一日がストレスや心配でいっぱいになるのではなく、愛と調和して流れるようになるのです。愛を込めて、サウル。いかがでしょうか？もう何年もその時が近い近いと言われ続けていますが、いつになってもその時が訪れないことで疑念が生じている方もいることでしょう。彼らとは時間の感覚が違うのかもしれませんね。こちらで配信できないお話や、審査に落ちて配信できなかった動画などはメディアブルで配信中です。概要欄にリンクがありますので、ぜひ一度訪れてみてください。今回の動画、気に入っていただけたらチャンネル登録、グッドボタン、コメントいただけたら励みになります。最後までご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。